まだまだ旅は続きます。プレイ。浮いてるナンパ性も珍しいな。もういいから。海洋の心そんなにっていう、ちょっとこう、なんて言うんだろう。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。馬が一緒に挨拶してくれてる。いつまでやってんのそれね。いつまでやってんのその。ヒヒヒン、いつまでやってんのそれ。ね。いつまでウィリーしてんだよ。こちらのチャンネルは年末年始のほぼ毎日マインクラフト動画をお届けするチャンネルでございます。私が中の人マグニー、以後お見知りをよろしくお願いいたします。前回からですね、大いなる旅に出てですね、本当大いなる旅だった、このキノコ島をなんと発見してしまうというですね、奇跡をね、また私は引き起こしました。本当にまあまあ近いとは言えないよ、決して6500離れてるから。本当にただただまっすぐ来ただけでこのキノコ島見つけてしまったんでね。がしかし皆さん、お忘れてはならないのが、ずっとこうずっとやってんのこれ。書いてあげるわ、僕が書いてあげるよ。僕が君のショータ。目的を忘れてはならない。本当にこれで終わって帰ってもいいなって思ってるぐらいなんだけど、目的を忘れてはいけない。そう、私はサンゴを探さなければならない。道中に暖かい海があったの、皆さん覚えておりますか。私は今回覚悟を決めました。覚悟を決めました。これ以上離れるのはやはりデメリットがでかい。道中にあった暖かい海を探して、その付近を私は探索してみることにします。サンゴバイオームがね、見つかる可能性がございますから。さあ、それまでの冒険ということになります。で、先日に引き続きましょう。ここもね、覚えておかれたのか。これでスクリーンショットを収めておきます。途中の船とかも全て古虫で来ております。サンゴが入ってりゃ、あ、そうか、サンゴとかって入ってんのかな。あ、サンゴに関してなんだけど、そう、あの行商人がね、取引をしてくれるぜみたいなコメントがありましたね。それなんですが、どうやら行商人はサンゴブロックしかなんか取引してくれないみたいで、まあ、結果それじゃダメなんですよね。あ、でも皆さん、もう暖かい海だわ。どうしようかな、これちょっとでかいんだよな、この字が。まあ、とりあえず暖かい海の中を進んでいくんですけれども、浮いてるナンパ船も珍しいな。ちょっと立ち寄っていい？ずっと船ばっかりで体がなまってんだよ。ほっ、あった、宝の地図な、一応もらっとく。そうだね、冒険の帰りは必ず宝の地図をゲットしてどうのこうのって言ってたもんな。じゃあもらって帰るわ。出れなくなっちゃったじゃん。ほっ、君はそこで待ってるように、宝を探してくるからね。もらおうぜ、せっかくだから。海の心、海の心は海洋の心か、もらっといて。その旅に出たら必ず海洋の心を持ち帰るのがマグクラ2020でございます。ここの砂場だな。これがね、ほんとなかなか見つかんないからね。こうして、もう上にね、ボートがある状態にして。ほらほらほら、すぐ見つかったね。いつもこんなに、すぐ見つかんないので、だいたい苦労しますからね、これ、こういうの。いえいえいえ、目的達成。一瞬だったね。まあね、海洋の心あと2、3個持っていけんじゃないの、これ。ナンパ船、次のナンパ船も行こう。見つかったら。何個か見逃してきてるからね。じゃあ行こうか。ごめんね、冷たかったね。こっちじゃないよな。え？暖かい海を探そうって言ってて、そうだね。うん、こっちでいいんだ。確かこちら側に進んでいけば暖かい、海が出てくるはずです。海洋の心いっぱいもらっといたらさ。ゆくゆくはね、ツリーファームのためにサンゴを探、サンゴ探してんだよ。ツリーファームでね、建築が進むと。あ、船だな。違う？この辺確か船だったろ。じわっと目が慣れてくるはずなんだ。違うか？あれ船だろ？違う？同じかな？あ、同じじゃねえ。やったー、もう一個もらえるぞ。あの島の上で一泊し、私はもう一つの海洋の心を瞬時に見つけてやるぜ。私のプロの半島能力をぜひ皆様ご覧いただきたい。おやすみ。また明日会おう。おやす。もっと島のさ、こう端っこの木、例えばこの辺とかにあるのが今まで通例だったんだけど、バツぴったりに合わすんですよね。で、そのまま下がってって、ほらよっしゃダイヤも見つかるし、いいね。おい、コツを掴んじゃったの。危ないな、危ないな。どっから湧いてた、お前、お前どっから湧いて出た。もういいな、もういいな、もうナンパ船いいな。もうちょっとこっち進まない。あ、うん、海底神殿じゃないよね。じゃあ、海底神殿だ。海底神殿見つけちゃったよ。少々お待ちくださいね。待ってな。強すぎん？マジ危ない。ついでにクリアしようと思ったんだけど。まずいよな、これ。まずいよな。はい、ごめん、ちょっと冷静になるわ。やばい、トライデントだ。
あったかい海だ。よかった。もうさ、サンゴブロックをさ、幼少人から買ってさ、ここでコップンでやりゃさ、やらしゃ、出るんじゃねえの？マジでちょっと心臓止まりかけたわ。この湿地帯来たとこだろうな。もうちょっと向こう進みましょう。あ、ナンパ船でもう行かない。もう行かない。もう行かないよ。もういいから。太陽の心そんなにいらねえから。ちゅうかさん、なんで昨日見つけらんない、ここにあるのに。なぜ前回の収録時にお前を見つけられなかったんだ。やったぜやったぜ。ちょっとお馬ちゃんをここに置いてさ、あ、待っててね。じゃあボートもここ置いとくわ。潜んないといけないです、結局。よっしゃ、これ汚い水だな。見て、湿地帯の水、ほら、じゃ見て、ほら、汚いよな。よし、来た。追い求め続けた。私の追い求め続けたのはこれ。あ、そうか、シルクたちか。そうか。ほっ。うる。いや、一個でいいんだよ。いや。これは。あ、そうか、なんか俺。そうか、海底神殿であれになってんのか。いいんだ。これをさ、これを取ってさ、つけるだけで完成するわけだから。やーべえな。先日に引き続き、てかこれ昨日見つけてたらさ、逆にさ、考えてください。昨日ここを見つけてたら、私はキノコバイオム見つけれてないってことですよ。よかったんで、神がくれたね。二つのレアなバイオム見つけちゃってますから、昨日と今日で。もうせっかくなんで、サンゴも何個か持って帰ろうよ。せっかく来たんだから、ここでまずバケツで牛探さんといかんね。あー、でもちょっとした平気があるから、もしかしたら下手したら牛とかいるかもしんないね。羊はいるぞ。羊はいるってことは牛いるんじゃないの。牛、あれ、あ、ていうかもう取れてる。あれ、ちょっと待って。そうか、右上に出てないってことはもう、え、あ、いけるじゃん。じゃあサンゴ、借りに行きましょう。サンゴ買って全種類集めたいね。なんだったら今一度温かい海へ。何種類あるんだっけな。6種類ぐらいしかないんで。おい、え、取れたの。おい、ピンク、ほら。ここを、こうやっていけば、自然と周りのやつも回収できるのかと思ったら、そうか。やはりシルクタッチで取んないとダメか。赤いの、青いの、やばい、もう持てないんだ。持って帰るものを厳選しないといけないですね。スイートベリーもね、これ昨日取ったやつなんだけど。で、焼きだらもいらないね。あ、おい。回収すんぞ。ほれ、あ、こっちかな。ほれ。結局何種類あるんですかね。それぞれが3つあるって考え、全種類回収してやるって息巻いて言ってるけどさ。てか、まあ、また来ればいいエンジャントついてんですよ、うちは。ね、いくらでもこれ回収できちゃうからよ。どれを持ってて、どれを持ってないか、もう正直わかんないから、手当たり次第今取らせていただいてる。青、紫、赤、黄色、ピンクでしょ？うん。それで全種類か。じゃあ、あとは皆さん、ブロックさえ取ってしまえば一応ね。イエーイ。次、黄色。黄色で全種類。わーい。イエーイ、ウォー。イエーイ。コンプリート。あとは、数をいただくか。ね。死んだサンゴブロックをさ、建築にうまく使えるし。なんかこの辺のやつで真面目に建築したことがないというか、うん。なんかうまく使える気がしないというか。もうこういうの使えてこそ上級者か。こういう場合はこれを使った方がいいっていう、ちょっとこう、なんて言うんだろう。頭が硬くなってる部分があったりするからね。それはダメだよな。うるこう、適当に潰して上がった時に浮いてるサンゴを回収する。このやり方が一番でも回収効率は良さそう。どう？あー、結構集まったね。せめて各やね、ブロック30個ぐらいはね、集めたいな。これだ。ね。今のが、こう、普通のサンゴなのよ。これとか。これもそうだな。横に生えてるのは内輪です。で、上に生えてんだけど、これは内輪なんだよね。これは普通のサンゴなんだよね。分かってきた。待って、夜だな、これ。やばいな。夜はまずいんです。やばいよ。お願い。おら！浮いてるやつあるだろ。さっき私が回収した、あらあったもらってこ。いやー、楽しかったわ。黄色も30超えたし、もうこれで帰ろう。まだ私は帰らないんですね。太陽の心をもう一つゲットしてやろうと思ってます。だから私のものだ。あ、開かない。開いた。さあ到着。あとはこれだ。
ほら見つけんの早くね。響いてました。どこから響いてたかな。おやすからかな。あれ